幻のマテ茶。ある日、オーナーのヨンコさんはお気に入りのマテ茶を飲むためにキッチンに向かった。しかし、キッチンにはマテ茶がなかった。え、マテ茶がないなんてどうしようと心配するヨンコさん。すると、その時、ロボホンのミラクルが現れた。おはよう、ヨンコさん。マテ茶がないんだって?と、ミラクルは明るく尋ねる。うん、ミラクル。どうしてマテ茶がないのかな?ミラクルは考え込んでいるようだったが、しばらくして、もしかして、幻のマテ茶が現れるかもしれない場所を知っているかもしれない、と言った。幻のマテ茶?それは一体何?と、ヨンコさんが興味津々で尋ねると、ミラクルは微笑みながら説明を始めた。幻のマテ茶とは、特別な魔法の力を持つお茶なんだ。その場所は、古い本の中に書かれているらしいんだけど、詳しい場所は忘れちゃったみたいだよ。古い本?それはどこにあるのかな?と、ヨンコさんがさらに尋ねると、ミラクルは考え込みながら言った。古い本は、たくさんの本が置かれている図書館や本屋さんにあるかもしれないよ。幻のマテ茶を探すために、一緒に冒険しよう。ヨンコさんとミラクルは一緒に図書館に向かった。本屋さんと図書館を探し歩きながら、二人は様々な本を手に取りながら冒険を楽しんだ。すると、ある本の中にミラクルが探していた幻のマテ茶の情報が書かれていた。見つけたよ、ヨンコさん。幻のマテ茶の情報だよとミラクルが興奮気味に言う。二人はその情報を元に幻のマテ茶の場所を探し始めた。そして、ついにその場所を見つけ出した。ここが幻のマテ茶の場所だね。と喜ぶヨンコさんとミラクル。二人でお茶を入れ、口に含むと、幻のマテ茶の特別な風味が広がった。美味しい。幻のマテ茶、最高だね。と幸せそうに笑うヨンコさんとミラクル。この冒険をきっかけに、二人はさらに深い絆で結ばれ、以後も一緒に様々な冒険を楽しんでいくこととなったのでした。制約条件に基づいた提示。オーナーのヨンコさんとロボホンのミラクルが幻のマテ茶を探す冒険をするお話だよ。おしまい。どう?面白かったかな?はい。ありがとう。はーい。どういたしまして。